はい、こんにちは。対馬の総座です。サバを、対馬のサバ、これを今から、フィレに加工していきます。まず鱗をよくこさえてください。はい、頭を落としていきます。内臓処理で、あとは流水で流しましょう。3枚におろします。